蘭育次郎君の家にいるテルオさんという少年はとても探偵がうまいそうじゃないか私が道でぱったり古い友人に会いますと いきなりテルオくんのことを言い出しましたそして「うまいともどんな事件だって解決してしまうんだぜ少年名探偵だという評判だよ」と私もテルオくんのことを自慢しますと「それでは一つぜひ頼みたい事件があるんだがね僕の親戚の松本という温室屋でとても不思議な事件が起こってね」 今困っているんだ。何とか解決して助けてやってくれないか。と頼まれてしまいました。じゃあ一体その事件というのはどんなことなんだいところが君、僕はそれを詳しく聞いていないんだ。向こうに行って直接聞いてくれた方が間違いがなくていいよ。という心細い話です。しかし、 他ならぬ昔からの友人の頼みですしとにかく照雄君が行くかどうか聞いてみよう多分行ってくれるだろうけどそう言って別れて家に帰ってから照雄君に聞きますと随分荒っぽい頼み方をする人だなけどおじさんのお友達なら仕方がないちょうど今日は暇だから行ってみよう と引き受けてくれました。私はほっとしてじゃあすぐ自動車を頼むから一緒に行ってくれたまえね。ということで多摩川の温室村へ急いだわけなのですおが枯れる自動車はいくつかの温室を通り抜けると やがて1軒のひときわ大きな温室の前にぴったり泊まりましたすると私の友人からも電話でもしてあったのかそこの人は待ちかねていたようにすぐ出てきて私たち2人を中へ通してくれましたよくく来てくださいました。私がここのの主人の松本で,すでっぷり太った主人が愛想よく迎えてくれましたが どうも気のせいかその人の顔色はさえていません何かよほど心配事があるらしい様子ですでどうも不思議な事件というのはあれですね照夫君は挨拶が済むとすぐそう言って温室の中を指さしましたそうですもうおわかりなんですかその松本という音室の主人は びっくりしたように言って、輝男君の顔を見ていました。私も慌てて温室の中を見回したのですが、どこにも変わったところは見えません。この音質にはお年青の鉢植えがずっと並んでいるばかりです。すると松本さんは言葉をついで。どうも驚きましたな。一目でこの変わったのを見つけられるなんて。 ささすすがはテルさんですね。そうなればお話もしよいのですがご覧のように私が大事に大事にしているおもとの鉢がどうしたことかさかんに枯れてくるのですそう言われてみるとなるほどたくさんにあるおもとのうち半分くらいは葉が変に赤みをもって力なくなっているのでしたどうも。 一鉢で何十円中には何百円というおもとがこうたくさんにどんどん枯れてしまっては私は破産しなければなりませんので松本さんは本当に今にも泣き出しそうな顔色です私は「松本さん何かおもとに特別の悪い病気とか虫とかがついたのじゃありませんか?」。 と聞きますといいえそんなことはありませんこれはここだけのことなんですお隣の音室にもまた私のところでももう一つおもとの音質があるのですがそこはなんともないのですこの音質だけがこんなありさまなのでほほう変だなあ 私も考え込んでしまいまいししたしかしふっと気がついて「ああそうだ松本さんあなたは誰かに恨まれているような覚えはありませんか?」それでその仕返しに「あなたを苦しめよう」「うまくいったら破産させてやろう」としてこんな悪いいたずらをするんじゃありませんかねそ<う>松本さあ」。 困ったたように考えていましたがどうも別に私は人に恨まれるような思いは少しもないのですが全く松本さんはそう言われてみると人人に憎ままれるような人とも見えませんこれは後で私がその近所を調べ回って分かったのですが松本さんは良い正しい人でこの辺のみんなに感謝こそされていても 少しも人に恨まれるような人ではなかったのですそれに松本さんは私たちの顔を見ながら「この温室にはちゃんと厳重な情がかかるようになっていましてもしそんないたずらをしようとしてもなかなか入れないはずなのですが」というのですおお情がかかっているのですか。 で、その鍵は誰が持っているのですかそれは、二つありまして。一つはこの私。もう一つは、この音質係をやっています坂田という男です。ほうほう。すると、その坂田という男を一応疑ってみなくてはいけませんね。しかし、その男は非常に困って。 ぜひここで使ってくれただでいいから使ってくれと言って頼んできた男なのですからねほほうただでもいいと言ってそうなんです非常に困っていたらしいですねそれでまさかあの男の仕業ではないでしょうそれでなくとも私が怒ってこの音質を断られたら そその日かからら困るると言っているそうですからなるほどねまさか自分が追い出されるようなことはしないでしょうからねそれも困っているならなおさらのこと見当がつかない私にはさっぱり想像もつかなくなってしまいました。 鍵は2つしかなくてその1つは主人の松本さんですしそのもう1つは音質係が持っているのですがその男はこんなことでここを断られたら大変だと言っている男でまさか自分がまず困るようないたずらをするはずもありませんルオ君は相変わらずむっつりと黙ったままですその時音室のドアが開いて がかりの坂田が水をまきに入ってきました坂田は丁寧に一つ一つ水をかけてやがて出ていってしまいました色の白い痩せた男です照夫君はじっと考えていましたが何を思いついたのか松本さんに「あのこのおもとはみんな高いものばかりなんですか?」れたのは、 い,いえ、そうじゃないんです。高いものもあれば安いものもやられています。ただ入り口に近い方のからだんだんにやられていくようなのですが。で、ね、坂田という人は温室の方では素人らしいですね。あの水のまき方では。松本さんはびっくりして。ええ、よくおわかりですね。実は、 この前にいた岩佐というのがなかなか腕はよかったのですがそれがちょっと悪いことをしたものですからおはぉ照く君の目は急に輝きだしましたその岩佐というのはその男がどうしたのか私の大事に大事にしていた宝石のサファイアを盗みましてね 今はそのために刑務所にいるはずです。ふふんその岩佐は捕まえられたのですがとうとうどこにやったのかサファイアは出てきませんでした。といっても何しろ今は刑務所にいるんですからこの表の事件には関係ないはずですがね。しかし照夫君は何とも返事をしないで考え込んでいましたが。 もう一つお聞きしますがあの坂田というのはいつ頃から雇ったんですかあれは先月ですちょうど岩佐がそんなことになって人手が足りなくなっていた時ですしそこにあの男が来て是非置いてくれなければ帰らぬというように熱心に言うものですからね仕事は熱心にするのですがどうも岩佐と違って素人ですから ああ、そうですか。おく君はそう言うと何を思ったのか一人で音室を出て行きました後に残った松本さんは心配そうにどうでしょうなんだかわけのわからんようなお話ですが犯人がお分かりでしょうかと私に言うのです私も全く見当もつかないのですから弱ってしまって。 そううでですす。ね。いたはつよ輝男君が帰ってきましたらはっきりわかると思いますがね。とは言ったものの輝男君にしても果たして見当がついているのかどうかなんだか心細いような気持ちでした現れた宝石。 しばらくすると哲夫君が明るい顔つきで帰ってきましたきっと何か手がかりをつかんだに違いありませんいや失礼しました一つだけわからないことがあったので今電話で聞いてきたのですがそれでもうはっきりしましたよご安心なさいえ犯人が分かったのですか松本さんが嬉しそうに言いましたわかりました 犯人もわかりましたし、また、こんなことをしなければならない原因もわかりましたよ。さすがは、有名な少年探偵のテルオさんですね。で、犯人は誰ですか犯人を言うよりも、もう一つお聞きしたいのですが、このとの鉢のうちで、どれが一番いいのですか高いのですかそれは、これです。 松本さんは一番奥にあった鉢をいかにも大切そうに抱えてきて私たちの目の前に置きました見ると幸いこのおもとはまだいたずらをされていないらしく元気のいいツヤツヤした葉を大きく張っています「うん <laughs> これですか」照夫君はそう言ったかと思うとどうでしょういきなりその鉢を逆さまにして カタワのタの上にザラザラと鉢の中を開け始めたのです。おお松本がまず顔色を変えて叫びました。どうしたテルオくん気が狂ったのかあまりのことに私はびっくりしてその手を押しとどめようとしたのですが。いいんだよ。見ていたまえ。そう言ったまま平然として、 鉢の中の中土を出していきますついにおもとはすっぽりと土から抜けて台の上に落ちてしまいました松本さんと私はもう何にも言うことができずぽカンと口を開けてそれを見つめていましたとその鉢の底を覗いていた照夫君はやっと嬉しそうにニコニコ笑って「さあ見てください!」 そう言いながら私たちの目の前に突き出したのを見るとなんとそこには大粒のサファイアが目を奪うように三千然と輝いているのですおおサファイアここれです私の盗まれたのは松本さんはもうおもとのことも忘れてしまったように喜びに顔を輝かせていますその時ガタンという 足を踏み外したような音がすると、慌てて逃げてゆく人影があります。ちらりと見えたその後ろ姿は、どうやら音質係の坂田のようでした。ああれです犯人は照夫君が叫びました。私はパッと飛び出すと夢中で追いかけ、追いつくと同時に、待て と大声を浴びせて襟をつかむと坂田はもはや諦めたようにそこへへたへたと座ってしまいちょうど追いついてきた他の温室の人々に捕まえられてしまいましたこれで事事件は無事解決さペルホ君はそう言ってもう何事もなかったように自動車の方に歩いて行くのです。 事件の原因その帰りの自動車の中で私のいろいろな質問にルオ君が笑いながら答えてくれたところによりますと宝石を盗んだのは前の温室係の岩佐なのですが慌てていてそれを隠す場所に困りそれを自分の受け持ちだった音室の中で一番高いおもとの鉢の底に隠したのです。 これは実にうまい隠し場所でちょっとこの高い鉢をひっくり返してみようという人はいないでしょうからなかなか発見されないわけですところが岩佐は今度は自分が刑務所にいるうちにあのおもとを売ってしまいはしまいかと心配になってきたのですそれで同じ刑務所にいてもうすぐ出所するという坂田に頼んでこの高価な宝石を抜き取ってもらい とで,二人で山分けしようという計画を立てたのでしたのころが坂田は岩佐と違っておもとのことは何も知らない素人なので一体どれが一番いいおもとなのかどれに宝石が隠してあるのかがわからないので仕方なしに毎晩松本さんの隙を狙っては一つ一つ引き抜いて調べていたわけなのです。 それも素人がむやみに引き抜くのですからすぐ枯れてしまいますそれで松本さんが心配しだしたというわけなのでしたそれにしてもよく坂田が刑務所で岩佐と相談してきたというのが分かったね私が感心して言いますと照夫君はハハハハだってさ あの男のまるで日に当たったことのないような変な色の白さが第一気になったんだよ。それに夜によってまるで素人のくせに松本さんの温室に来たのもなんかわけがありそうだと思ってね。さっきちょっと電話で聞いてみたら、刑務所に岩佐が入るとほとんど同時に出てきて、それからまっすぐここに来たということが分かったんだよ。それでまず目星がついたわけだ。 そして岩佐が持っていなかったのならきっとどこかに隠したに違いないが小さい宝石なら蜂の底にだって隠せると分かったんだよそれであの坂田という男が温室の外から中の様子をうかがっているのを知っていたからわざと大げさにサファイアを取り出してみせたら踏み台から落ちてしまったねハハハハルオ君は 面白そうに笑っていました幽霊自動車の事件町の噂ようやく春めいてきた東京の町々は最近忽然と現れた 黒塗りの怪自動車の噂で持ち切りでしたそれがねえ君僕もこの目で確かに見たのだから決して間違いじゃないよ新宿の方から麹町の通りをまるで風のように走って行ったんだからね本当かしら本当だもの君はまだ自分で見ないからそんなことを言うけれどしかし 新聞には一向に出ないようじゃないか。それはね、こんなへんてこなことを新聞に書き立てると知らない人までワイワイ騒ぎ立てて困るし、警察の方ではあまり大騒ぎにならないうちに何とか片付けようとしているからなんだ。どうしてなんだろう。そんなことは書いた方がいいじゃないか。そして東京中の人たちに気をつけてもらった方が。けど君、 その海自動車というのが並大抵の海自動車じゃないんだからね。神田の方ではこの海自動車を見たためにびっくりして気を失ってしまったおばあさんもいたっていうくらいだからね。昨日だけでも小学生が三人も引かれてしまったらしい。そんな乱暴なそんな無茶な運転をするなんて一体どんな奴なんだそれがね、 相手の男は急に声を潜めると。それがねえ、君。今まで、その怪自動車を見たものは何人もいるけれど、一度だって、それを運転しているものを見た人がいないんだ。つまり、そう言いかけた時でした。町の人たちが道端に立ってそんな噂をしているすぐそばを、 突然、警笛も鳴らさないで、疾風のように走り去っていく自動車がありました。あ、危ない慌てて飛び抜いて、乱暴なその自動車を見返した人々は、改めてもう一度、おぉと叫んでしまったのでした。その自動車には、まるで人影がないのです。 乗客はもちろん運転手もいないのです。運転手もいない海自動車が真っ昼間の大通りを素晴らしいスピードで走っている。海自動車だ幽霊自動車だ驚き騒いでいるうちに、その無人の黒塗り自動車はもう雑踏する往来の中に紛れ込んでしまっていました。どうだ 今度という今度は、君もはっきり見ただろう。ああ、見た。確かに見た。恐ろしい幽霊自動車だった。そんな自動車を信じなかった人まで、もう疑うわけにはいかなかったのです。こうして、君の悪い幽霊自動車の噂は次から次へと伝えられていき、いつか東京の街は、 この怪自動車のことで持ちきりになってしまったのでした「消える自動車」「ダルゴくん聞いたかい何ですか?」「何ですかってわかるじゃないか」「今大問題になっている幽霊自動車のことさ」警視庁の大沢刑事が訪ねてくるとすぐそう言いました。 ああ、そのことですか。聞いていますよ。大騒ぎをしているらしいですね。どうですか何か目鼻がつきましたかいやあ。大沢刑事はちょっと頭をかいて。いやあ、それが全く見当もつかないんだよ。なんとか大騒ぎにならないうちに解決してやろうと思ったんだが、とても手に負えなくなってしまった。 実は、つい昨日のことだけれど、銀座通りで、その幽霊自動車の走っているのを見つけたんだ。で、閉めたとばかりに、すぐそばの自動車に飛び乗って、あの跡を追跡したんだ。おお。そばで聞いていた私が、思わず膝を乗り出しました。で、あの自動車の車庫がわかりましたかいやいや、待ってくれたまえ。 追いかけていったまではいいんだがそれから後がいけないうまく車庫を突き止めることができたらこんなに困りやしないよ追いかけていくとだねあの怪自動車は思ったよりすごいスピードだ考えてみればそのわけさ運転手がいないんだから向こうから人が来ようが信号が赤になっていようがそんなことは一向お構いなしなんだからね なるほどだからこっちも夢中になって運転手をけしかけてぐんぐんスピードを出させたしかし何といっても非常に自動車の多い銀座通りだからともすると見失いそうさだから後部の番号の「10022番」というのをしっかり覚えて運転台から乗り出すようにして追いかけていったと 日本橋のあたりまで来たときだった。その貝自動車がさっと横に曲がってしまったんだ。逃がすものかと、いいでその角まで行ってみた僕は、あっと叫んでしまった。というのは、そこに行ってみると、黒塗りの10022番の自動車は、煙のように消えうせてしまっている。 という始末おおそりゃあ妙ですね私が言うとまったくさあれだけの自動車が煙のように消えてしまうなんてしかも真っ昼間の往来でこの大沢刑事の言うことが本当だとするといよいよ噂通りの幽霊自動車です どう考えたって自動車が一台そっくり消えてなくなるなんて想像もつかない話なのですしかも見た人がよりによって警視庁の大沢刑事なのですから決してデタラメを言うはずもありません追跡照オ君を中に挟んで 大沢刑事と私の三人は外へ出ました。警視庁へ帰る大沢刑事を送って電車通りまで行くつもりでした。が、電車通りへ出て角のペンキ屋のところを曲がった時でした。何を思ったか、テレオ君はあっという間に白ペンキのたっぷり入った缶を走り去っていく自動車に叩きつけてしまったのです。そして、 追跡だ見ると正しく10022番の海自動車ではありませんか車はもう東京の街を抜け郊外に差し掛かっていました淡々とした田舎道を海自動車は必死になって土埃を巻き上げながらスピードを上げていくもちろん私たちも逃がしはせぬと追っていきましたスピード計は 40、45、5五5五キロとぐんぐん登っていきます。エンジンは全速力で回転し、耳元では風がうなって過ぎました。と、急に回自動車のスピードが目に見えて落ちてきました。距離はぐんぐん狭まっていきます。閉めたガソリンがなくなってきたらしいぞ と体を乗り出していた大沢刑事が叫ぶように言いました。もう一息だ。怪自動車はスーッと力なく、走って行ってやがてガクンと止まってしまったのです。よし？私たちはドアを分けてパッと飛び出しました。同時に誰も乗っていなかったはずの。幽霊自動車のドアが内側からさっと開くと。 黒っぽい洋服を着た子供が一人こぼれるように飛び出してそのまま必死に逃げてゆくしかし私の足にはかないませんたちまち追いついた私は襟髪をつかんでぐイッとばかりに引き戻しましたが思ったよりも力がありますおやっと思った私はその顔を見てぎょっとしたのでした その怪人は子供ではありませんでした恐ろしい顔を持った大人だったのですただ生だけが子供のように小さい背中の曲がった男なのでしたそれを見て大沢刑事は「うーん」とうなってつぶやくように言いましたうーんこいつだったのだななるほどこんなに性の低い男が運転していたのじゃ すっかり隠れて見えないわけだしかしなぜこんな大騒ぎを起こしたんだろう私がそう言った時でした照男君が向こうで手招きをしていますその男の手をしっかりつかんで逃がさないようにして行ってみますと照男君は窓越しに軽自動車の座席の中を指さしていましたのぞいてみた私も大沢刑事も もう一度ウームとうなってしまったのでしたその外から見ると空のような座席にはおびただしい洋服や着物や金や宝石などが今まで逃げ回った乱暴な運転のために辺り一面ぶちまけたように散らばっているのでしたこの子供のような男は実は大泥棒だったのです そして自動車の運転ができるのを悪用して盗んだものを自動車に積んでは風のように姿を消していたのですその上追跡された時のことを考えて電気仕掛けで番号がいくつにも変わるようにしておいたのでしたしかしその悪知恵も照夫君のとっさの銘眼の白ペンキでどうすることもできなくなってしまったのでした 大宮博士の事件テルオく君の観察ひどく雨の降る日でしたそれも夜になると風さえも加わって窓の外は木々の小が弓のようにしなってはうなり続けています時々電灯がぼーっと 今にも消えそうになるのも、なんとなく気味悪く感じられる晩です。るルボ君、こんな晩は起きていても仕方がない。もう寝ようじゃないか。私がそう言った時です。窓の外の吠え狂う風雨の音に混じって、確かに自動車の止まったらしい気配がしました。おや誰か来たのかな 読んでいた本から目を離した照夫君がじーっと耳をそば立てました「来やしないよこんなひどい日に来るなんてよっぽどの物好きか」そう言いかけて私も思わず言葉を切って耳を澄ましてしまったのです確かに誰かがこの家に入ってきた様子ですと間もなく部屋のドアを ココツコツと叩く音がしましまたどうぞそういうテルオ君の声に応じて入ってきたのは他でもない警視庁でも腕利きといわれる大沢刑事でしたなはんだ大沢さんですかどうしたんですこんなひどい晩に私は自動車で来たのに門から玄関までの間に ぐっしょりぬれてしまったらしい大沢刑事の雫の垂れる姿を見ながらえらいふりだなあと思っていました大沢のおじさん田舎で大事件が起こったんですね照男君がいきなり言いましたすると街灯を脱ぎかけていた大沢刑事はびっくりしてえっ照男君はもう知っているのかい 私も驚いたのです。まだ大沢刑事は来たばかりで何一つ言っていないのです。それなのに照夫君はもう大事件だの。田舎で起こったんだろうなんてどうしてわかるのでしょう。知っているわけはないですよ。だけどこんなひどい夜に来るんだからきっと大事件だと思ったんですよ。それでなければお兄さんの言う通りよっぽどの物好きだ。 おやおやひどいことになったもんだなけれど確かに大事件だから来たんだよしかしどうして田舎で起こったなんていうことがわかったのかなまったく私も同感です私だってあの時よっぽどのもの好きか大事件でもなければというつもりだったんですから しかもその人が大沢刑事となれば、大事件で来たことくらいのことはわかるのですが。田舎で起こったと言ったわけペルオくんは笑いながら。大沢のおじさんの顔に書いてあるよ。まさか、どうしてわかったんだいはははは。<laughs> おじさん、自分の靴をご覧なさい。赤土がいっぱいついているじゃありませんか。 東京なら、そんな赤土のつくところはありませんよ。おじさんは、雨が降るとすぐぬかるみになる赤土の田舎道を歩いたのでしょおうああ、なるほど。と私。うーん、来る早々にやられてしまったね。しかし、いつもながら観察の鋭いのには感心するよ。と、大沢刑事。 大人二人が見事に一本参った形ですその観察の鋭いところで照男君の知恵を借りに来たんだがねいかにも田舎だ鎌倉から江ノ島に行く途中の寂しいところで起こった大事件なんだまあ聞いてくれたまえこういうわけだ大沢刑事は雫の垂れる街灯を脱ぐと 椅子に腰をかけ、私と照夫君を前に置いて話し出しました窓の外はいよいよ暗くいよいよ激しい風雨です草の上の上足跡。事件の起こったのは大宮博士というもう七十に近いような老博士の家だこの家は 海の見える小高いところにあってその山が赤土の道なんだよ。でこの老人は近所の者の話によるとえらい学者だそうだけど年が年だしほとんど病人と言ってもいいありさまでね。一日の半分はベッドに寝ているしごく具合のいい時は杖をついて。 家の周りをひょろひょろと歩いたりするくらいのものだそうだ。家族といっては、一切を任されている年取った女中が一人。それから、一ヶ月ばかり前に雇われた助手の青年が一人。それだけなんだ。この助手という青年は、老博士は手が不自由なのと本を書くことができないため。 口述するのを筆記したり整理したりするのが仕事なんだところがこの青年が殺されてしまったんだよもちろん自殺ではないと思われるしそうかといってこの青年は学生時代から非常に静かな勤勉な誰からだって恨みを受けるようなものでないことはよく調べて分かっているんだ とすると、なぜ殺されたのかということも不思議だけれど、しかもその犯人がどこへ行ってしまったのかというのがさっぱりわからないんだ。足跡といったようなものがないんですかそれだ。足跡があるにはあったんだ。しかしそれは庭の小道の両側にずっと と細い幅に植えてある草の上を注意深く。というのは、もし道を歩けば雨で土が柔らかくなっているから足跡が残るだろうからね。踏んでいるんだ。だから、どんな大きさの足なのか、雪の足跡か帰りの足跡か、それもうわからない。ただ、 他には足跡のないところを見ると、行き帰りともその10センチばかりの幅の草の植え込みの上を注意深く歩いて行ったんだ。ということだけは想像されるんだ。その道はどこまで続いているんですか庭を抜けて本堂まで続いている。しかし本堂の方は、 人の通った足跡がいじまじっていて見分けがつかないんだよ。なるほど。すると足跡から探偵するということはできないわけですね。そうだよ。では、その部屋の様子を話すとだね。その青年の殺された部屋は、大宮老博士の書斎なのだ。その書斎は、 一方の廊下が博士の寝室につながりもう一つの廊下が庭に向かっていてさっきの庭の小道につながっているんだだから犯人はさっき言ったように庭の小道の草の上を踏んで足跡をつけぬようにしてこの廊下から忍び込んだに違いないそして 青年を殺しての帰りもその通りの道を通ったのだろうと思うよ。さて、事件が起こったのは昨日のお昼頃だったそうだ。近ごろ、大宮博士がすっかり弱ってしまったので、午前中は目が覚めてもベッドの上にいて、午後から青年を呼んで仕事を始めることになっていた。ところがね、 その日もお昼頃になったので青年が書斎の方に原稿や書類を取りに行った。すると間もなくけたたましい物音がしたので女中が駆けつけてみると青年が床に倒れているというんだ。初めはじめばまさか殺されたとは思わないのだ。抱き起こしてみると 腹から血が流れ出していたというんで大騒ぎになってね。傷は心臓部を一突きだ。僕の想像では犯人が忍び込んで何か探しているところに突然青年が入ってきたので、犯人の方でもびっくりして一突きに突き刺しておいて逃げ出したらしい。博士に聞いても、 何もなくなったものはないっていうからね担当ですかそれはいや担当じゃないんだ机の上に置いてあった紙切りナイフだよこれが死体から 1m ばかりのところに落ちていたしかしこれは博士のものだし犯人は手袋をしていたと見えて指紋もないすると手がかりなしっていうわけですね まあそうなんだよ。困った事件だ。たった一つこんなものがあるんだがね。大した手がかりにはならんかもしれんけど、このメガネを倒れた青年がしっかり握っていたんだ。青年は普段メガネなんかかけていないというし、博士のものでもないと言うから、まず犯人のものらしいのだがね。 おそらくやられた瞬間に最後の力で奪い取ったものらしい大沢刑事はそう言いながらポケットから金縁のメガネを取り出してテーブルの上に置きましたふーんこれですか照ルくんはそのメガネを取るといかにも興味深そうに自分でそれをかけてみたりそのまま23歩部屋の中を歩いてみたり しばらくいじっていましたが。王様のおじさん、犯人の人相がわかりましたよ。犯人はまず40歳以上の、顔は相当に多いのですが、非常に量の目の寄った、そして猫背の男ですよ。そして、ここ2、3ヶ月のうちにメガネ屋に行ったことがありますね。非常に強い金眼の男ですえ。え 私と大沢刑事とはびっくりして、そのメガネと輝男君の顔とを半分半分に見つめていました。一体どうしてそんな詳しいことがわかるんだ。大沢刑事は自分で持ってきて、しかも手がかりにもなるまいと言ったのに、輝男君がこんなに詳しい犯人の人相を言い当ててしまったので、あっけにとられてしまったのでした。 金眼鏡の秘密すると照く君はいつものようにニコニコ笑いながら「だっておじさん若い人はまさか今どき金縁の眼鏡なんてかけませんよ少なくとも四十かそれ以上の年寄りでなければねそれに僕がかけてみてもわかるんですがこの眼鏡の幅に比較して とてもメガネの玉が中心に寄っていますね。このことから両方の目が非常に鼻の方に寄っている男だということがわかります。おお<ー>。大沢刑事は思わずうなってしまいました。そして。じゃあ、どうして最近メガネ屋に行ったっていうことがわかったのだいそれはね。 このののメガネの右のつるを見てごらんなさい。途中で折れたのを継いだ跡があるでしょうこれはそう古くないしそれに素人はこんな細工はできないから最近メガネ屋に行ったことがあるって分かったんですようん<ー>それにこんなに強い金眼鏡をかけているしかも老人はどうしても猫背になって物を見る癖がありますからね しばらくたってからようやく大沢刑事は「どうも照夫君にはいつもながら参ってしまうねなるほど言われてみればいちいちそのとおりだ」と頭をかきながら私を振り返りました私は私自身も感心しながらそれとも照夫君を褒められたのが自分のことのようにうれしくて思わずニコニコしてしまいました さすがの腕利きと言われる大沢さんも、照夫君にかかっては肩無しですね。全く一言もないよ。じゃあ早速メガネ屋へ全部手配をしてみよう。こういう男が来たことはないかってね。それから照夫君、明日はすまないが僕と一緒に大宮博士の家まで行ってくれないか。 てるおくんに見てもらえばもっといい発見があるかもしれないからね。承知しました。ぜひ行きますよ。迎えに来てくれるんでしょ迎えに来るとも、天気になってくれるといいがね。そう言って大沢刑事は、またひどいふりの中を警視庁に帰っていきました。多分今晩のうちに、 メガネ屋というメガネ屋に手配をしておくつもりなのでしょう翌日目が覚めてみると昨日の大雨はまるで嘘のようにカラリと晴れた超天気ですいい天気だな照夫君も喜んでいますいい具合にちょうど支度をし終わったところへ大沢刑事が迎えに来ましたので私たち3人は 早速家を出かけました警視庁の自動車が気持ちいいスピードで走っていますこれから殺人事件を調べに行くのでなかったらとても楽しい自動車旅行のようなのですがやがて大宮博士の屋敷が見えてきました小高い丘にポツンとある一軒家です入口のところには 制服の巡査が一人立番をして待っていました。いや、ご苦労さん。変わったことはないがね。大沢刑事が聞きますと、いや、何にもありません。それに昨日はあの雨ですし、この近所の駅を聞き合わせても、誰も変わったものは乗らなかったと言います。なるほど。じゃあ遠い駅まで歩いて行ったのかもしれない。 そう言いながら庭庭に入って、これですよ、庭の小道は。なるほどそこには小道の両側に草が植えてあってその上を注意深く踏んでいったらしいのです道の方にも花壇の方にも足跡はなくその間に挟まれた草のへりのようなところに人の踏んだ跡がかすかに残っています君は、 熱心に腰をかがめてそれを見ていましたがやがて不思議だ実に不思議だと口の中でつぶやいていました犯人はこの家殺人事件のあった書斎には前に大沢刑事が言ったように庭から来る廊下と それから老博士の寝室に行く廊下と2つがついていましたがその2つの廊下は長さも同じくらいでちょっと見るとそっくり同じようにも見えましたテルオ君は一生懸命にそこいらを調べて歩いていましたがいつの間にか廊下伝いに老博士の寝室へ行って話し込んでしまっているのでした大宮博士は年を取って ほとんど半病人といってもいい有様だったのに今度はまた思いがけない殺人事件なんかが起こったせいでしょうか昨日からベッドに着いたままだそうですほうあんたが吉村照夫君かねどうもえらいことが起こってしまって。 早く犯人を捕まえてくれんことには命が縮まる思いじゃよ大丈夫ですよきっと捕まえてご覧に入れますからね照夫君はそう言いながらその博士の寝室中をチラリチラリと鋭い目で見ていましたが立ち上がろうとした調子にどうしたことかそばのテーブルの上の灰皿を いきなりひっくり返してしまったのでした。あ、これはすみません。早速掃除してもらいましょう。そう言って寝室を出てきますと、廊下でばったり会った女中に。あ、ちょっとお聞きしたいのですが、博士は昨日からベッドに着いたままだそうですけど、具合が悪いのですかね。そう、私は存じませんが。 けれど大変お食事はお上がりになりますのよ今日もお昼にはお刺身を二人前とご飯もいつもの倍持ってこいとおっしゃっていられましたからほうするとずいぶん食欲が出たんですね今までも時々そんなことがありましたかいいえ時々ご飯を上がらないことの方が多かったのですけどああそれから あちらに皆さんのお食事の支度ができておりますから、どうぞ。そうですか。ありがとう。私は、照夫君が灰皿をひっくり返したのを掃除してくれというのだろうと思っていたのに、それを忘れてしまった様子ですから。ちょっと。と言いかけますと、照夫君はいきなり私の手を取って。さあ行こう。 大沢のおじさのじんも一緒にそう言ってさっさと行ってしまうのでしたそして食事を済ましてひと休みしていますと照夫君が一人でまたどこかへ行ってしまったのですがしばらくして帰ってきますと「大沢のおじさん犯人のいるところが分かりましたよ」え犯人がどどこに 大宮博士の寝室にです。ま、まさか大宮博士が自分で犯人をかくまったとでも言うのかい結局そうなりますね。だって犯人はあの寝室の洋服ダンスの中にいるんです。ど、どうしてそんなことがだって、そのためにあんなに弱っている老博士が急に昨日から ご飯を二人前も食べるようになったんですよ。それは洋服ダンスに隠れている犯人にやるためです。どこに隠れているのかがわからなかったんです。けど、さっきわざと灰皿をひっくり返して床の上に灰を振りまいておいたのを今そーっと見てきましたら、あの洋服ダンスの前だけ人の足跡がついていましたからね。どうしてまた、 この家に犯人がいるなんて分かったんだ。だっておじさん、来るときはともかく、あんな強い金眼鏡を取られた犯人が、また元の通り、あんな10センチばかりの細い草のへりの上を一歩も踏み外さないで歩いていったとは、考えられないじゃないですか。それに、庭に出る廊下と寝室に行く廊下とはとてもよく似ています。 だから、目の悪い犯人は、慌てて庭を行くつもりで、博士の寝室に行ってしまったのですよ。つまり、金眼鏡を取られたからです。金眼鏡の秘密ですよ。ふーん。大沢刑事は、このあまりにもはっきりした照夫君の言葉に一言もありません。果たして犯人は、 洋服ダンスの中に隠れていましたこの犯人は昔は金持ちだったのですが落ちぶれてこんなことをしてしまったのですそして昔大宮博士が世話になったことのある義理で仕方なくかくまっていたのだということも分かりました犯人はテル夫君の言ったように両方の目の寄った猫背の男でした 不思議な電話のの事事件件誕生日の事件今日今はちょうど学校も夏休みになったばかりですしみち子さんの家は鎌倉にあって窓を開ければ青々とした海が見える丘の上にあったので水泳を兼ねてのお友達がいっぱい来ていました。 何しろ昼間は暑いことですしそんな時に部屋の中にいてもつまらないというのでお誕生のお祝いの会は鈴風の吹き始める夕方からということになっていましたそれまでは太陽の輝く砂浜で思う存分に泳いだり縄跳びをしたり相撲を取ったりしうんとお腹を空かせておいて ごちそうにしようというわけなのでした照夫君も美智子さんのお兄さんの健治君とは同級だった古い友達なものですから誘われて午前中から遊びに来ていました例によって私も一緒に来て久しぶりの涼風を胸いっぱいに吸いながら愉快な一日を送っていたのですいかにも あとであのような大事件さえ起こらなかったならばその日はこの夏でも最も楽しい思い出の日であったに違いないのですがその大事件というのはいやその前に私たちがこの賢治君の家に来た最初の時から感じたある不吉なことをお話ししなければなりませんそれが後で起こった事件にも 非常に関係のあったことなのですからそれというのは私と照夫君がケンジ君の手紙をもらってこの鎌倉の家へ来た時ですやあこんにちはわざわざ手紙をくれてありがとう今日はみちこさんの誕生日だそうだねおめでとう照夫君が言いますとああ よくく来てくれたね。うんそうなんだしかしそればかりでなしにぜひテル夫君の知恵を借りたいと思ったのでねそれでわざわざ遠いところを来てもらったんだよとケンジ君は気のせいかあまり顔色がよくありませんほうそれはまたどんなことなんですか私が聞いてみますと、 賢く君は誰も人のいない応接間なのに低い声で話し出しました。実は不思議なことがあるんだ。これは古い昔のことから話さないと分かってもらえないだろうけど簡単に言うと照く君も知っているように僕の家は父も母も僕と美智子とを残して早く亡くなってしまった。 それで両親の残してくれた財産や日本一の素晴らしい真珠があるんだがこれは美智子が13の誕生日を迎えるまでという約束でまだ小さかったのでおじさんの黒木十兵衛という人に頼んで預かってもらっていたんだケンジ君はちょっと口を切るとすぐまた続けて。 それは確かなことでもし間違いがあるといけないというので僕の父と黒木のおじさんとの間にちゃんと書きつけまで取り交わしてそれは今この二階の金庫に収まってあるし昔からいる仁ヤもよく知っていることなのだところが先月あたりふとしたことで僕が気づいたんだがどうもその金庫を 誰かがこっそり開けようとしているらしい何か霧のようなもので帳のところをひっかいた様子が見えるんだん <laughs> 私は思わず大きくうなずきましたすると誰かがその中の書きつけを取ろうとしているんだねそうなんです それ以外には別に大切なものも入っていないし、だから僕の考えでは、誰かがその書き付けを手に入れて、自分の都合のいいように書き直し、僕たちの財産や真珠を横取りしよう、としているんじゃないか、と思うんです。そうだ。それに違いない。その金庫に、 そんな書きつけが入っていることを知っているのは誰々なんだね。輝雄君が初めて口を開きました。そう、僕と美智子とジーアと。それから黒木のおじさんの4人ぐらいしか知らないはずだけれど。それでいよいよ。今日がその美智子さんの誕生日だというわけなんだね。 妙な予感じゃあ今日一日の間無事ならいいわけなんだねそうなんだ今日の夕方にはおじさんがその書きつけと引き換えに真珠を持ってくることになっているんだからじゃあ念のためその金庫のある部屋というのを見せてもらっておこうかなうん見ておいてくれたまえこっちだ ケンジ君が先に立って私たち三人が二階に上がっていきました二階の窓からは松林越しに海が見えてなかなかいい景色ですその上今日は海岸では花火大会だそうで昼間から景色のいい打ち上げ花火の音がダーンダーンと少しずつの間を置いて 気持ちよく青空に響いていてますとその時です誰もいないと思った隣の部屋でガタガタっと物音がしたのでびっくりして振り返ってみますと思いがけなくジーやがひょっこりと顔を出しましたあっケンジくんも驚いたようですがジーやの方も急に顔を合わせたのでドキンとしたように。 これはこれは、お客様でしたかさあさあどうぞともみ手をしながら部屋を出て行こうとしますチーヤケンジ君が不思議そうに言いますとはああのお掃除をしようと思いましてそう言ったまま下に降りていってしまいました しかし、そう言ったのに、別に、ほうきも何も持っていなかったようです。これですよ。ケンジ君が、片隅の金庫を指さしました。近寄ってみると、なるほど、文字合わせの情のところに、盛んにいじり回したらしい傷跡がついています。中は大丈夫だろうね。私は、 思わず心配になって言いましたこの金庫の開け方を知っているのは誰と誰なんだいケンジ君はその文字を合わせながら「今は僕だけしか知らないんだよ前には美智子も知っていたんだけどなかなか面倒なので忘れてしまった」なんていつか言っていたからそう言っているうちに金庫の扉がきーッと と,開くとあああああるあるるる確かにあるあるかかにいそそれはよかったたで安心した私は開けたら煙のように消えうせているのではないかと内心心配していたのですが無事で会ったのは何よりですじゃあともかく僕は心配になったからここで見張りをしているよ。 セルオくんたちはせっかく来たんだからちょっと泳ぎに行ってきたらどうだいそうだね。じゃあそう言うんなら久しぶりにちょっと泳いでこようかな。ケンジくん一人で大丈夫かね大丈夫だとも。そうかい。ではなるべく早く帰ってくるよ。お兄さん行ってみよう。というわけで。 ケンジ君は家に残りテルオ君と私とが海岸に出てきたのでしたこんなことがあったものですからせっかく楽しい誕生日に呼ばれながら他の何も知らない友達のように心から愉快に泳いだりかけたりすることができず輝く太陽や青々とした海を見ながらもふと奥歯に物の挟まったような さっぱりした気持ちににれずにいるのでした一発の銃声それで私とテルオ君とはみんなよりも早めに海岸から引き上げてきました帰ってみると2階では相変わらずケンジ君が金庫のそばに椅子を持ってきて雑誌を読みながら見張りをしています 早かったね。ケンジ君が雑誌から目を離して私たちを見上げました。うん。なんだか気になってしようがないので早く帰ってきたよ。別に変わったこともなかったかいテルオ君が聞きますと。うん。何にもなかった。ただ、二度ばかりじいやが心配そうな顔をして上がってきて。 疲れたら変わりましょうと言ってくれたけれどそれも断って一人で頑張っていたよそりゃ良かった思わず私が言ってしまった私にはなんだかジーヤの様子が気になって仕方がなかったのですさてそうしているうちに日暮れが近づいてきましたので美智子さんをはじめ大勢の友達がそろそろ帰ってき始めました 急に家中が賑やかになったようです。あら、いらっしゃい。何にも知らないみちこさんは、一人で嬉しくって嬉しくってたまらない様子です。何しろ今日は誕生日ですし、それに日本一だという立派な真珠がいただける日なのですから。おめでとう照く君と私とが挨拶をしました。 さっき海岸でちょっと見かけたと思ったらすぐ見えなくなってしまってみんな2階にいないで下に来てちょうだいよ僕だけはちょっと用があるからケンジ君だけはまた2階に残っていました私たちが下に来ると間もなく電話がかかってきましたそれはおじさんの黒木さんからでケンジ君にということなので 2階にいた賢治君を呼びにじーやが上がっていき急いで降りてきた賢治君がその電話を聞いてみますとやむを得ない用事が今までかかってまだ横浜にいるけれどこれから大急ぎで行くから30分ほど待っていてくれるようということだそうですあらつまらないわどうして遅くなるんでしょう待ちに待っている美智子さんは 大不平です。そんなこと言ったってしようがないよもう30分で来るんだからその時ですダーンと何か銃声のようなものが聞こえました私ははじめこれも花火大会の花火かと思ったのですがそれにしては少し音が違ったように思いました これが恐ろしい銃声だったのです電話を聞いてそれから不平を言う美智子さんをなだめてからまた2階に上がった健二君が上がっていったと思う間もなく顔色を変えて駆け下りてきたのですその顔色は真っ青で手はブルブルと震えていますそして物をも言わずにその震える手で照夫君の手を取ると ぐぐいぐいと2階に引っ張っていくではありませんかあっけに取られた私も2人について2階に上がっていったのですが上がりきった途端に「あっ!」と思わず驚きの声を漏らしてしまったのでしたその部屋の金庫の前にはじいやが打ち倒れているそして金庫の扉は開けられて 中は紙切れ一つなない空っぽなのです。急いで駆け上がってじーやを抱き起こしてみますとああどうでしょうたった一発で見事に心臓を撃ち抜かれもうすでに息が絶えていますそういえばまだ部屋の中にはきな臭いピストルの荘園の匂いが漂っているようです さすがの照く君もギョッとしましたがしかしそれにもまして賢く君の様子は旗の見る目も気の毒なほどの落胆と労哀ぶりでした無理もありません大切な書きつけを取られてしまっては今日おじさんからもらうはずのたくさんな財産と日本一の真珠が不意になってしまうかもしれませんもしそんなことになったら あんなにうれしがっていた美智子さんの嘆きはいったいどんなでしょううーん照夫君も私も腕を組んで考え込んでしまいましたそれにしても私としてはどうもじいやの様子がなんとなく変だじいやがこの書きつけをとって賢治君の財産を横取りしようとしているのではないか ついさっきまで疑っていたのですがそのジーやがかえって殺されてしまった今となってみるとまるで見当違いだったと考え直すより仕方がありませんでは誰がその金庫にその大切な書きつけがあるのを知っているのはまず賢治君と美智子さんそれにじーやとおじさんの4人それから金庫の開け方を知っているのは ケンジ君だけもっとも美智子さんも知っていたが忘れてしまったということだしまさか美智子さんは自分で真珠がもらえなくなるようなことはしないであろうからとなると賢治君が怪しいことになるのですが賢治君はちょうど私たちと話をしている間の出来事ですしそんなバカなことをするはずもない結局 おじさんの黒木十兵衛だがたった今横浜にいるという電話がかかったばかりですその人がもうこの家の2階に忍び込めるであろうかまたおじさんは金庫の開け方を知らないのだこう考えてくるとまるで雲をつかむような奇妙な事件になってしまうのでした そうしているうちに時間が経つと玄関のほうに音がして黒きのおじさんが来た様子です不思議な電話何泥棒が入ってジーアを撃ったっておじさんは来るそうそうただならぬ空気に気づいたのか2階に上がってきました。 そうなんです。そして、金庫の中にあったあの書き付けを取られてしまったのです。ケンく君がおろおろした声で言いました。何あの書き付けとは何だねおじさんは不思議そうな顔をしました。そら、あの書き付けですよ。今日のみちこの誕生日に、おじさんから、 真珠と財産と返していただくというええー、そんなことがあったかねちっとも知らないよわしはおじさんはいよいよ不思議そうな顔つきですだってだってといっても何か証拠があるのかねだから その証拠の書きつけを取られてしまったんですじゃあそんなことが書いてあったかどうかもわかるんじゃないかそんな話をされても困るよ第一わしはそんなものを預かった覚えもないねああ預かった覚えがないそそりゃあ,あんまりですケンジ君は もうう顔色が死人のようですテルオ君はどこへ行ってしまったのか姿が見えませんけどあまりのことに見かねた私がまあそんなことをおっしゃらないでよく思い出してくださいその書きつけはこの私もついさっき確かに見たのですから思い出せと言っても知らんことは思い出せんからねそんなことよりも じゃあその犯人を捕まえて書きつけを取り戻した方がいいんじゃないかフフッと肉々しい口ぶりですそしてこんな不愉快なところへ来るんじゃなかったわしは帰ると振り向いた時ですひょっくり現れた照夫君が当せんぼのように立ちふさがるとあった ちょっと待ってください。今、その犯人を捕まえますから。え思わずみんなが目を見合わせました。気がついてみると、照く君の語りは、どこへ行ってきたのか、雲の巣が引っかかっています。犯人を捕まえるってそうです。犯人は、あなたです。ば、バカな 黒木おじさんは飛び上がって照男君をにらみつけると「わしは今横浜から来たばかりなんだぞ横浜にいたわしがどうして犯人なんだ」まあそうむきにならないでちょっとこれを見てください照男君は平然としてニコニコと微笑を浮かべながら下げてきた風呂敷包みを開け中から携帯電話と双眼鏡を出して テーブルの上に並べました。そして黒木のおじさんあなたの肩にもそら、僕と同じように雲の巣が引っかかっていますよ横浜から来る車の中にまさか雲が巣を張っていたわけでもないでしょうハはハハハこういうわけです皆さんも聞いてください僕はさっき、 事件のあった後でこの辺を調べてみると、2階の窓から屋根にずーっと薄いけれど足跡のようなものが続いているのに気がついたのです。で、それをたどって行ってみると、空、向こうの大きな木の枝が屋根の方に飛び出しているでしょう。あそこまで行くと、どうでしょう誰か今までそこにいたらしい様子と、 それにこの家の電話線にこの携帯電話が接続されているのを見つけたんですそしてそこに双眼鏡もありましたこれで僕はすぐ分かったんです誰かがそこからこの家へ電話をかけみんなを下にやっておいてから金庫を開けようとしたんだということがそれにこの双眼鏡で覗いていて さっき、ケンジ君が金庫を開けてみせた時の文字の合わせ方を、あの木にいてちゃんと読み取ってしまったのだということも、これは実にうまいことを考えたもんですよ。その前にも開けようとしたんだが、文字合わせがわからなかったので、情のところに傷をつけただけで失敗したものだから、双眼鏡で覗いていたんですし、その上、ここから30分もかかる横浜にいるような電話をかけておけば、 まさか自分が疑われるとは思いませんからね照夫君がそこまで行った時黒木は身を翻して逃げようとしましたしかしすでに照夫君の手ぬかりのない知らせで出口には制服の巡査が3人も頑張っていたのでした黒木は難なく捕らえられました案のの定ポケットの中には 盗んだばかりのかきつけがあって一も二もなく恐れ入ってしまったのです黒木十兵衛は商売に失敗して急に預かっている財産が欲しくなりこんな悪事をたくらんだのでした雪の山小屋事件吹雪の山 豊かな銀のスロープ見渡す限りの山々をすっぽりと包んだ柔らかい雪の上に暖かい太陽がさんさんと照り輝いて物静かな冬の山の景色でした学校が冬休みになってから間もなく私は照オ君と二人でスキーを肩に冬の山へ出かけたのでした山間の駅に汽車を捨てると もうそこは見渡す限りの雪雪雪その正常な豊かな雪を見ると夕べの大混雑のスキー列車で寝不足だったのも途端に忘れてしまって元気が体中にみなぎってくるのを覚えました私たちはすぐスキーをつけて滑り出したのです何しろ久しぶりのことだったし 雪も粉雪のさらさらしたものだったのでその滑り心地は文字通り快適そのものでした真っ白な雪の中に2畳の線を引いてスロープを行く気持ちスピードが加わるにつれて冷たい山の空気が耳元でチーンとなってくる前かがみになった私たちの目の前には限りもない白い大地が矢のように過ぎ去っていく 私たちは夢中になって滑り続けていました。輝男君も思ったよりしっかりした腕前です。障害物があるたびに見事なターンでかわしていく。昨べはスキー列車で寝つかれないままにスキーの公爵をして聞かせた。私だったのですが、その私がついていくのに一苦労しなければならなかったくらい。 私の自慢話を黙ってニコニコしながら聞いていた照夫君も人が悪いではありませんかそうして午前中を滑り続けたあげく。そろそろお昼にしようか」スーッと止まった照夫君の額にもさすがに汗が光っていましたもちろん私はびっしょりの汗でおなかもペコペコでした 早速雪の上にリュックサックを広げると用意してきた弁当を食べ始めましたようもあったああいう運動をした後ではことに甘いものがおいしかったこんなに食べられるかなと思っていたくらいなのがスルスルとわけもなくお腹に入ってしまうのですあおいしかった。 こういうところで食べるのは特別おいしいね。まったくさこんなにたくさんはいらないだろうと思っていたのにもっとあってもよかったね。ははは。ずいぶんおなかがへるもんだね。おやへんな雲が出てきたよ。照夫くんがスキー手袋の手でさした方を見るとなるほど。北方の雪山の上には、 闇のように黒ずんだ濃密な雲が湧き上がってそれがどんどん広がり始めているところでしたなるほどすごい雲が出てきた、ね、風も出ててききたたね風もよようだよ気が付いてみるとうららかだった日の光もなんとなく薄れてきたように思われ時折一陣の冷たい風が雪肌の上を矢のように過ぎるのです。 ままごごしていると大吹雪になるぞうん急いで引き上げよう私たちは冬の山の吹雪の恐ろしさをよく知っていましたそれを見くびっていたりまごまごしていたりするとえらいことになってしまうのですすぐに広げてあったリュックサックを片付けスキーの金具を締め直すとスピードを上げて滑り出しました 知らず知らずのうちに随分遠くまで来てしまっていたらしく進んでも進んでも山小屋の姿はなかなか見当たりません風はいよいよ激しくなってきましたついに雪も降り始めました降り始めたと思うとすぐにものすごい吹雪になってしまっていたのです辺りは昼を過ぎたばかりとは思えぬくらいの たる暗さに閉じ込められてしまったのでしたしかし幸い気がついたのが早かったのと思いきりスピードが出せるほどにスキーができたのとで本物の大吹雪になってしまった頃にやっと山小屋の姿を降りしきる粉雪の中に見つけることができたのでした私たちはほっとしましたそして降り積もった雪を払って囲炉裏の火に当たると やっと生き返ったような気持ちになりました見回すと五六人の人が避難していましたどうもえらいことになりましたなとても二三日は出られそうはないや山小屋のガラス張りの窓から振りしきる吹雪を見ていた男が肩をすくめながらそうつぶやいていました 殺人事件しかし変わりやすい山の天候で翌日になってみるとあのものすごかった吹雪も夜半にやんでしまっていたらしく太陽が新しく降り積もった雪の上にキラキラと目もまばゆく照りつけていました雪の降りやんだ後の晴れた空の色は透き通るような青でした まるで嘘みたいに晴れてしまったね照子くんと私とは顔を見合わせて笑ったのでしたがその平和だった山の雰囲気が次の瞬間には大混乱に陥れられてしまったのでしたこの静かな雪の山の中に殺人事件が突発したのですそれは この山小屋から100メートルばかり離れたところに東京の大金持ちの富山という人の山小屋があったのですが今朝になってみるとその富山氏が自分の山小屋の中で殺されているのが発見されたのです死因はズボンのバンドで首を絞めたものらしくぐったりとなった富山氏の傍らにバンドが蛇のように長々と落ちていました そのバンドは富山氏自身のものでした照夫君と私とはすぐ見に行きました照夫君はもう少しも口をききませんでしたそして鋭い目で富山氏の死体やその山小屋の様子外の様子などを調べていましたその山小屋には富山氏がたった一人でいたのでしたそしていつもの習慣で 朝になってからこちらの山小屋の主人が朝飯の支度ができたことを知らせに行って発見したのです犯人は夜のうちに富山市の山小屋に忍び込むとこの犯行をして逃げていったものらしいしかしそうするといかにも不思議なのはこの山小屋の周りには全然人の足跡がないことでした たたった一つこちらの主人の足跡はあったがそれは今朝知らせに行った時につけたものでしたそうかといってその山小屋に犯人の隠れている様子もありませんそして広くもない山小屋は念入りに調べられましたが何の変わった様子もないのですではあの大吹雪の最中に 犯人が逃げ出したのでしょうかしかしそれは考えられないことでしたこの山小屋からは一番近い他の山小屋までも10キロぐらいはあるのですからその間をあのすれ違う人の顔もはっきり見えないような猛烈な吹雪の中に果たして無事に行き着くことができるでしょうかそれはほとんど不可能なことだと言ってよいのです と言って犯人が出たのならばこの新しく降り積もった雪の中に足跡をつけずに出られるはずがないのです昨日この山小屋に着いたのは私とテルオ君とが最後でしたそれ以後は1人も増えもしなければまた今朝になってこの騒ぎが発見されてしまったので1人も減ってはいないのです犯人は 山小屋に隠れていないな吹雪の中に出て行ったのでもない出て行ったとすれば今頃は凍え死んでしまっているはずなのです吹雪が止んでから出て行ったに違いないとすれば足跡の一つもないわけはただ一つ犯人は私たちの止まったこの山小屋にいて 夜中の吹雪のやんだ隙を見て富山市の山小屋に行って恐ろしい犯行をしたそしてまたこの山小屋に帰って何食わぬ顔をしているのだということは考えられましただがしかしこの山小屋と富山市の山小屋との間には淡々として柔らかな雪の積もった100メートルの距離があるのです人間に 鳥のように自由に空を飛ぶ翼がない限り足跡一つつけないで1 0 0ルの距離を行くことができるでしょうか疑問の杖事件が発見されると同時に山小屋の若い者がはるか下の町まで知らせに下っていきましたしかし警察からの人はなかなか上がってきませんでした この山小屋は思ったよりも不便な山の中にあるのでしたスキーの人々はこの山小屋に居合わせたのが不運で今さらこの上天気だというのに帰ることもできませんでしたとにかく警察からの人が来て一様の調べが済まぬうちは帰らぬように山小屋の主人から申し渡されてしまったのです仕方なしに人々はいろりの火を囲んで この不思議な事件のことをぼそぼそと小声で話し合っているきりでしたしかしルオ君だけはさっきから休む暇もないように雪だらけになって2つの山小屋の間を行ったり来たりして何かしら調べ回っているようでした何か手がかりをつかんだのかもしれません雪だらけになったルオ君の目は生き生きと輝いていました 私はそばに近寄るとるおくんんか手がかりがあったかいうんるおくんは小さくうなずいてどうやら分かってきたようだほうしかし足跡がないのだから困ったね犯人は煙のように消えてしまったのかなまさか 人間が煙のように消えるなんて考えられないよ。どんな手品でも種があるんだ。種のない手品なんてないよ。そうだろだから、犯人のやった手品の種を見つけるのが僕たちの仕事さ。しかし、この柔らかい雪に一つも足跡を残さないというのは相当うまい手品したね。 手品もうまくなればなるほど種が分かりにくいのと同じだこの犯人はなかなかうまいぜうんしかし僕はねあの富山氏の山小屋を調べて一つだけとても面白いことを見つけたんだそれをこっちの山小屋で調べてみれば犯人のやった手品の心当たりがつくと思うんだよおおなんだいそれはテルー君は 大事なところでにっこり笑ったきりでしたそして小声で「一緒に来てみてください」そう言ったかと思うと先になって山小屋の脇のスキー道具のいっぱい置いてあるところに行きました私は一体何が始まるのかと見ていますと照夫君は熱心にスキー道具をかき分けて調べていましたが やがていかにもうれしそうな笑顔で私の方を振り向いてどうですこれを見てください突き出したのは一組のスキー杖でしたスキー杖じゃないか私がのびこめない顔をするとそうですよ確かにスキー杖ですよだがこの名前を見てくださいくんが、 言いながら示したところを見ますとそのスキー杖のもとの方にはちょっと竹を削って富山という名前が黒い墨ではっきりと書かれてあるのですあ富山氏の向こうの山小屋で殺されてしまっている富山氏のスキー杖がなぜここに来ているのでしょうか私はぎょっとしてそのスキー杖を見つめました 驚いている私の顔を見ながら、テルオ君がゆっくりと話し出しました。僕が向こうの富山市の山小屋を調べてみるとね、富山市のスキーはあるのだが、スキー杖だけが見えないのに気がついた。スキーだけがあってスキー杖がないなんて、いかにもおかしい話じゃないか。それで僕は、すっかりわかったんだ。 手品の種テル男君はまた続けて「スキー杖だけがこの山小屋に一人で来るわけがない」とするとなぜ誰が富山市のスキー杖だけを持ってきたのだろうかということが疑問になってくる「ああ全くだ」私もうなずいて体を乗り出しましたそれは犯人が。 手品の種に使ったのだとは考えられないだろうかえ思わず聞き返しました手品の種だってこのスキー杖がうん、そうだよテルオ君はにっこりしてまったく手品のような事件なのだよ犯人は雪に足跡を残さないようにとても素晴らしいことを考え出したんだ それは、このスキー杖を使って、まるで竹馬に乗るような格好をして、ぐるっと遠回りをしながら、木の多いところを寄って、この山小屋に帰ってきたんだよ。もちろん、犯人はこの山小屋に泊まっている。それとなく、富山市の山小屋の様子を伺っていたんだ。そして、吹雪の夜中を選んで、うまうまと忍び込み、首を絞めてしまったから、 さて、外に出ようとすると、いつの間にか吹雪はぴったりと止んでいる。それで、考えた末、そばにあった富山市のスキー杖を使って、足跡を残さないように帰ってきたわけだったのさ。調べてみると、富山市の山小屋のそばから、ぼつ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 と小さい穴が雪に残っている。それでこれは怪しいなと気づいたし、続いて、 スキー場がなくなっていることからすぐ分かったのだよ。手品というものは、種を聞いてしまうと割に簡単なものばかりだからね。そのテルオ君の言葉が終わるか終わらないかのうちに。こ、こいつと、うめくような声を上げると、いつの間に後ろに忍び寄っていたのか、突然一人の男が、 悲聴のようにテルオくんめがけて飛びかかってきましたそして照男くんが持ったスキー場をもぎ取ろうとしているではありませんか「おっ!」と思った私はしかし次の瞬間には後ろからその男の洋服の襟をつかんでぐいとばかりに引き戻すとそのまま肩に担いで足元の雪の中をめがけ思い切りたたきつけてやったのです そんなうめき声を上げるとその男は雪の中に半分以上もめり込んでしまったのでした雪が柔らかだったのか思わず投げた腕に力が入っていたのか雪の中に頭から先に突っ込んだ男は寝ようとしてもなかなか出られないらしく手足ばかりバタバタさせてとうとう辺り一面雪だらけにしてしまいました 一時はカッとして思い切り投げつけてやったのですが、この有り様を見ると少しおかしくなってしまいました。照夫君も笑っています。そして、犯人はこの男だよ。この男もスキーズをここに置いていては危ないと思って大方隠しにやってきたのだろう。犯人でなければ、 僕が富山氏のスキー杖を持っていたって飛びかかってくるわけがないからね自分から犯人を名乗ってきたようなものだなああこいつようやく起き上がって逃げ出そうとしたその男を私はまたぐいとばかりに引き戻しましたと同時にその男のポケットから富山氏のらしい立派な膨らんだ髪入れが雪の上にバタンと落ちて出ました その男の顔を見るとそれは昨日私たちが来た時に山小屋のガラス窓越しに吹雪の中を見つめていた男でしたきっとあの時から富山市の山小屋を狙っていたのに違いありませんその時大勢のスキーヤーの姿がこの山小屋めがけて近づいてきました町からの警察の人々のようでした 山は上々の天気でした私たちはもう一滑りしてこようと思います飾り時計の事件深夜の中世ダーン照オ君の家を出てあてもなく散歩していた私は 急に辺りの静けさを破ったその物音にハッとして開き直ったのです確かにピストルの音そう思うと知らず知らずに身構えをしながらその物音の響いてきた方を闇を透かして見つめましたと同時にどこからかボーンボーンと午後10時の時計が鳴るのが聞こえていました その、「ボーンボーン」とかすかに響いてくる柱時計らしい音を1つ2つ3つと等まで数え終わった時に今度は私の今通ってきた方の道から急ぎ足でやってくる警官の足音が聞こえてきました月のない星がかすかに瞬いている暗い晩でした 何事が起こったんだろう突然響いたピストルの音それから弱々しい時計の音それっきりで辺りはシーンと静まり返ってしまったのでした私はじっと闇の中に突っ立ったまま耳を澄ましてみました最初に聞いたピストルの音らしいのは確か 右手の池が岸に囲まれた洋館建ての家から響いてきたものらしい」と突然駆け寄ってきた警官が懐中電灯の光をピカリと光らすと私の立っているのに気がついてびっくりしたように立ち止まりましただ誰だ,れだ怪しいものじゃありません通りがかりのものですそうかなぜそんなところに突っ立っているんだ 今ピストルのの音がしたようなので。私がそう言うと警官はもう一遍私の様子を確かめるように見直したからうん君も聞いたのかね聞きました確かにピストルの音でしたねどうやらこの家らしいですよ私はその右手の洋館建てを指さしましたうん わしもピストルの音と思うから急いでかけてきたんだところで誰も通らなかったかね君のほかにはそうですねさっきから一っ子一人見かけませんうんするとまだピストルを持ったやつがこの中にいるのかもしれんなそう言って闇の中に黒々と立っている洋館を見上げていました ピストルの音を聞いた以上このままにしておくわけにはいかんでしょうどうですか入ってみましょうか私がそう言うと巡査もうんと細かくうなずいて用心深くその家に近づいていったのです池垣に続いた門には内側から鍵がかけられていたしいくらベルを押しても一向返事がないので仕方なしに警官と私とは 2人がかりで門を乗り越えて庭の中に飛び降りました。私はいつも少年探偵といわれる。輝男君の素晴らしい探偵ぶりを見つけているので、今度こそは照夫君のいないのを幸いに私だけでうまく解決し、輝男君をあっと言わせてやろうと。胸をワクワクさせていたのでした。出口のない部屋。 真っ暗な生け垣の中の庭に入るとその洋館の一つの部屋だけに電灯がついているのが分かりました電灯がついているからには人がいるのでしょうそれならばなぜベルをあんなに押したのに返事をしないのかいやそれどころかピストルの音がしたというのになぜこんなに静まり返っているのだろう私たちは足音を忍ばせて その伝統の持たれている窓の下に行ってみましただが残念ながら窓には全部厚いカーテンが下ろされているので部屋の中の様子を見ることができない3つある窓はどれもこれも厳重に閉められているのですぐるぐる回った末玄関に行ってみるとそのドアはすぐ開きました警官が先に立って懐中電灯を照らしながら 一歩一歩注意深く進んでいきました私も手を握りしめながら続いていきましたやがて廊下が突き当たりになって外から見える伝統のついている部屋のところまで来ましたその間一歩一歩耳を澄まして歩いてきたのですがこの家の中には人のいる気配もないのです突き当たりのドアの隙間から 暗いい廊下に光が漏れています私たちはなお一層足音を立てないように用心して近づいていってそのドアに耳をつけてみましたチクタクチクタクかすかに時計が秒を刻んでいる音が聞こえますしかしそのほかにはいくら耳をすましても一向何の物音もしないのです 人のいいる様子もない人がいれば息をする音が聞こえるに違いないと思われるほど辺りは静かなのにドアのハンドルをそーっと回してみただが内側から鍵がかけられているらしくドアはピクともしないのです私は「おや?」と思った内側から鍵をかけてあるのなら このの中にはは人間がいるはずなのですそれなのに一向いるらしい気配もしないのは変だだなううんそうだ私はドアの鍵穴に気がつきましたそして腰をかがめてその小さい鍵穴を覗き込んだ途端「あ<っ>と思わず驚きの声を漏らしてよろめいてしまったのでした その小さい鍵穴の向こうの高校と伝統のつけられた光の中にこの家の主人と思われる男が椅子に腰掛けたままものの見事に背後の左側から心臓を打ち抜かれて机にうつぶしているのですさっきの銃声はこの音だったのだと同時にいくらベルを押しても返事のなかったわけやこの部屋が 内側から鍵をかけられていながら人のいる気配のなかった意味がはっきり分かりましたこの部屋の主人は死んでいるのですいや何者かに殺されてしまっているのですしかしそうするとこの部屋には内側から鍵がかけられているその上窓は完全に閉められ カーテンまでもがぴっちりと下ろされていると考えるとピストルを持った犯人がこの部屋の中にいるに違いないのですどこからも出る隙がないのですから私と警官とは暗い廊下で息を凝らしながら顔を見合わせましたそしてお互いに無言のうちにうなずき合うとろっぽ下がってからドアめがけて体をたたきつけました 鍵をを持っていないいななからドアをたたき破るより仕方がないのです。私たちは体をまりのようにして代わる代わるドアに体当たりを食わせましたドアはバリバリ砕け三度目に私がぶつかっていった時にはとうとうぶち抜いたばかりかあまりに意気込んでいたせいか勢い余ってそのままドアの破片と一緒に部屋の中に転げ込んでしまったのでした 転げ込んだ私は夢中になって鼻を切ると、さっと身構えました。どこから犯人の弾丸が飛んでくるかわからないからでした。が、暗に相違して、部屋の中には誰もいないのです。犯人の姿などは、まるでないのです。驚いて飛び込んできた警官も、素早く部屋の中を見回して、きょとんと突っ立っていました。 一体これはどうしたわけでしょうか現在この耳でピストルの音を聞きこの目の前に死体があるというのに犯人の姿がないのですしかも内側から鍵のかけられた部屋の中で行われた殺人なのに犯人の姿は煙のごとくうせている自殺でないことは部屋の中にピストルのないことやまた とても一人ではできないような背中から心臓を貫いた傷からもすぐわかることでしたピストルを持った犯人は一体どこからどうして消え去ったのか私がぼうぜんと突っ立っていると何を思ったのか警官がぐいとばかりに私の腕を取りましたそしてハッとした私の耳元で君 ちょっと本所まで来てくれたまえ。とにかくあのピストルの音のした時にこの家の近くにいたのは君だけなのだからね。私はびっくりして一生懸命に弁解しました。しかし警官はガンとして承知しないのです。そればかりかどうやらこの私を疑っているらしい様子なのでした。すっかり平行した私は まあ、待ってください。なるほど。あの銃声のした時は誰も人影がなかったし、一応は疑われても仕方がないかもしれないが、しかし、どうして鍵のかかった部屋から抜け出すことができるだろうか。あなたがそんなに疑うのなら、僕は名探偵を呼んで調べてもらいますよ。すぐ来てもらうから、ちょっと待っていてください。と、とうとう悲鳴を上げてしまったのでした。 私一人で犯人を捕まえて照男君に威張ってやろうとしていたのも水の泡逆に照男君に来てもらわなければならないはめになってしまったのでしたおお名探偵とは誰だねと巡査吉村照男君ですよああ照男君か君は照男君の知り合いなのかね とこの警官もテル男君の名を知っていたと見えてやっと私の手を離してくれました時計は語る電話をかけるとテル男君はすぐ来てくれました事件があって私が困っていると言っただけですぐ自動車を飛ばしてやって来てくれたのです 早速私はピストルの音を聞いた時から今までのことを手短に話すと「うんうん」とうなずいていましたがそうするとピストルの音がしてからこの家からは誰も出てこなかったのですねしかもその主人は鍵のかかった部屋の中で殺されていて犯人の姿がないというんですねそうなんだよそうすると犯人はこの部屋にいるに違いない 照夫君はそう言ってぐるりと部屋の中を見回しましただがさっきから私たちが幾度も調べたように部屋の中には犯人が隠れるところもないのですそれでも照夫君は一向困ったような顔もしないで殺された主人の傷口を調べたり部屋の中を行ったり来たりして注意深く眺め回していましたそして しばらくして顔を上げるとそのピストルの音の下というのは何時頃だったんですかそうだなあそうそう10時だったピストルの音がしたのでハッとして耳を澄ました時にちょうどボーンボーンと時計が鳴っていたから私が言うとちょうど時計が鳴っていたって そう言って照夫君はきらりと目を光らせると急に黙り込んでしまったのですちょうど時計が時を打ったのがどうしたというのだろう私は不思議に思って部屋の中を見回しました部屋の隅には立派な台のついた飾り時計がこればかりはまるで主人の死を知らぬもののようにチクタクチクタクと時を刻んでいます うん、そうだ。わかったぞ。いきなり、てるおくんが言いました。え、わかったって犯人が私と警官はびっくりして、てるおくんの顔を見つめてしまったのでした。わかったよ。犯人がわかった。犯人は、あそこにいる。私たちは、ぎょっとして、てるおくんの指さした方を見ました。 見事な細工の飾り台のついた置き時計が愛も変わらず時を刻んでいますああの時計が犯人だってそうだよ照夫君は平然としてうなずいてつかつかっとその時計の方に近づくと腰をかがめて時計の飾り台の辺りを調べていましたが「ソラ」思ったとおり。 ここにピストルが仕掛けてあるじゃないか言われてみるとなるほどこまごまとした飾りの間にちょっと見たのではわからぬように巧妙にピストルの銃口がのぞいているではありませんかその上そこから見るとちょうど机に向かっている主人の背中が一直線になっているのです机に向かう位置や姿勢はほとんど一定しているから それをよく知っているものの仕業に違いないのです。この時計が殺人機械なのさ。きっと殺されたこの家の主人はいつも今頃机に向かって何か書き物をするのをよく知っている奴に違いない。それで時計が十時を打つ時にピストルの引き金を引くように仕掛けをしておいたんだ。てるおくんがそう言った時に さっき打ち壊しておいたドアにつまずいたのか、部屋の外でガタンという物音がしました。ハッとして飛び出してみると、黒い廊下を主張のように逃げていく黒い人影。待て私はすぐ追いかけました。そして、生垣を乗り越えようとしている怪しい奴の足を掴むと、そのまま力任せに引きずり下ろし、 思い切り地面に叩きつけて抑え込んでしまったのでした後で調べられたところによるとこの男が果たして犯人で主人の財産を横取りしようとした計画だということが分かりましたそして自分の苦心した仕掛けがうまく成功したかどうかと様子を見に来て つかまってしまったのでした百貨店の怪盗事件意外な死体輝オ君はお父さんの溝口刑事と久しぶりの休みに銀座へ遊びに来ましたそして大デパートの松屋の前を通りかかりますと何か事件があったのか店内はわきかえるような大騒ぎで 入口のところまで黒山のような人だかりですお父さん何かあったんですねうんそうらしい入ってみよう溝口刑事は職業柄黙って帰るわけにはいかないので照雄君を連れると人並みを分けてどんどん入って行きました照雄君も一生懸命人々の間をくぐり抜けるようにして一番前まで行ってみますと みんなの騒ぐのも無理はありません飛び降り自殺があったのですそれもおかしなことには屋上から外へ飛び降りたのではなく56階辺から1階のホールへ一直線に飛び降りたらしいのですまだ聞いたこともない店のうちの飛び降りですからもう店内はごった返すような大騒ぎでしたお父さん 誰が飛び降りたんですかあれさ、あの男だよ。照夫君はお父さんの指さす方を見ますと、売り棚の陰に真っ黒な洋服を着た男が、真っ赤な血潮の中にぐにゃぐにゃになって転がっていました。ああ、近寄っちゃいかんと、溝口刑事が叫んだ時には、もう照夫君は、 その死骸のそばに駆け寄って何か不思議なことを発見したのか夢中になってその飛び降り自殺をした男の顔を覗き込んでいました溝口刑事は照夫君が言うことを聞かないので急いで駆け寄って引き離そうとした途端お父さんこれは人間じゃありませんよえ人間じゃない 溝口刑事はあまりのことにぽかんとしていましたが。テルオくんは大発見に目を輝かせながら。人間じゃないんです。これは素晴らしくうまくできた人形ですよ。これは血の陰気です。そう言いながら、その飛び降り自殺をした。男の片腕をぐいと引きます。と、ああ、どうでしょう？その腕は。 愛もなくすぽりと抜けてしまったのです黒山のような人々は一時思わず死因としてこの不思議な少年の顔を見守っていました照夫君はそんなことにはかまわずなおもその人形の着ている洋服を調べてみるとポケットの中からこんな紙切れが出てきましたバカな奴らの騒いでいるうちに俺は ダイヤモンドの指輪をもらっていく。この次の火曜日にまた他のものをもらいに来るどうせダメだがせいぜい用心しておけ回答 X 段これを読んだ瞬間「しまった」と叫んだのは溝口刑事をはじめ電話で呼び寄せられた他の警官。 店の警備員たたちでしたそして次の瞬間には野じ馬を追いのけてダットのように階段を駆け上がり始めたのですもちろんテルオ君もみんなに遅れないように続いて駆けてゆきました刑事警官の一団が夢中になって駆けつけたところは5階の貴金属の売り場でしたあの人を送った不思議な手紙によれば 怪盗が目をつけているのは貴金属売り場のダイヤモンドの指輪なのですからもしかするともうあの高価なダイヤモンドの指輪は怪盗が悠々と持っていったのかもしれないそう思うと「一刻も早く貴金属売り場に行かなければ」と溝口刑事テルオ君も先頭にして一同は転ぶように流れ込んできました しまった遅かった一同はこの売り棚に輝いていたダイヤの指輪がこつ然と姿を消しているのを見ると歯を食いしばって残念がりました今の大騒ぎに紛れ込んで怪盗はもう風のように消えてなくなってしまったのですそれにしても頭の良い怪盗ではありませんか彼は 5階の貴金属部のそばから1階をめがけてあの精巧な人形を投げ落とし人々があっとそれに注意を奪われている隙に悠々とあの目もくらむようなダイヤの指輪をポケットに入れていったに違いないのですその上次の火曜日にまた来るという不敵な手紙を残していった小面憎さ今頃は どこかで自分たちの大騒ぎをあざ笑っているに相違ないそう思うと照夫君はお父さんの溝口刑事と共にもう23分早くあの騒ぎに気がついてこの飛び降り自殺が人形のごまかしであることを見破っていたらこうもむざむざダイヤの指輪を取られなかったろうにと思うと涙がボロボロ出るほど悔しかったのですよし今度の火曜には がでも怪盗を捉えて鼻を沸かしてやらなければ第一警視庁の鬼刑事と言われた父溝口刑事の名に関わると照夫君は深く決心して次の火曜の来るのを一日先週の思いで待ちもうけていましたまた現れた怪盗いよいよ待ちに待った火曜日 回答の言葉を信用すれば今日また現れるはずですいやこういう大胆不敵な回答ですから彼 X 弾の名にかけても必ず現れるに違いありませんルオ君をはじめ溝口鬼刑事それに溝口刑事の同僚またもう一人他から応援に来た塚田刑事この4人で 朝松屋が開店する前から貴金属売り場に詰めかけ怪盗をいつでも現れてみろとばかり手ぐすね引いて待ち受けていましただんだん時間は経ちますがさすがに怪盗もこの厳重な警戒では手が出せないのかさっぱり現れそうな気配も見えませんしかしそうかといって警戒を緩めるわけにも行きませんから変わる変わる見回っているうちに 退屈な午前中も過ぎてどこかでボーンと12時半を知らせる時計の音がしましたどうだいなかなか現れそうにもないじゃないか交代で昼飯にしようか退屈した溝口刑事がそう言いましたそうだなこんなに厳重じゃいくら回答でも今日は出られませんよ2人ずつ交代で昼飯にしましょう 私はテルオ君と後にしますからどうかお先にそう言った塚田刑事はもう一度これじゃ現れた途端に捕まってしまうでしょうと言って大声で笑ったのであとの3人もつり込まれて一緒に笑うと溝口刑事はじゃあお先にテルオ後を頼むよと言って塚田刑事とテルオ君を残し 同僚の刑事を連れて食堂の方へ降りていきました2人はしばらく辺りを見回していましたがどうも現れそうもないし4人いたのが急に2人になると余計退屈なのでテルオ君は腰掛けをどけると窓際にもたれてはるか下の方の銀座通りを行き来する蟻のように小さい人々を眺めたり遠くの高いビルディングを見たりしていました そしてふと何の気なしにハスに開かれた窓を見ますとなんとそこには驚くべき光景がちょうど鏡のようになったガラス窓に映っていましたそれはあの信頼していた塚田刑事が照夫君が気づかないと思ったのか今腕を差し伸べて真珠の首飾りを盗み取ろうとしている有様でした 輝男くんはあまりのことに一瞬は声も出ませんでした恐ろしく頭の良い回答ではありませんか他から応援の刑事に化けて朝からみんなと一緒に回答の噂をしたりして輝男くんをはじめ溝口刑事その同僚の刑事などの隙を狙っていたのですそして邪魔者の溝口刑事らを食堂にやってその間に テルオくんが窓を見ている絶好の機会に今回答の正体を表したのですテルオくんがふと窓に映った影を見つけたのはまさに恵まれた幸運でしたテルオくんの頭は走馬灯のように一瞬間にこれだけのことを考えましたそして次の瞬間にはぐるっと塚田刑事の方を振り向くと「泥棒だ!」 精一杯叫ぶと、いきなり塚田刑事に変装した怪盗に飛びついて行きましたしまった面食らったのは変装した怪盗です窓に映った影を見られたとは気づかなかったので慌てて真珠の首飾りをポケットに投げ込むと飛びついたテルオ君をよけた瞬間にガラスの売り棚をひっくり返しものすごい音が店内に響いたので余計慌ててしまい ひちょうのように身をかわすと、6階へ上がる階段を一目散に駆け上がっていきました。ようやく食堂を出てきた溝口刑事たちは、すさまじい物音に混じって、てるおくんの、ドラ泥ー」ドボーという叫び声を聞いて、回答だなあいついよいよ現れたのかと、大急ぎで駆けつけてきますと、てるおくんが、 夢中になって塚田刑事を追いかけている世にも不思議な光景に思わずあっけに取られてしまいましたしかしそれよりやっとテルオ君に追いついて塚田刑事が怪答の変装だと教えられた時の驚きの方がなお一層の驚きでしたけれどテルオ君は気が気ではありませんでしたそんな話をしているうちに風のような怪答は 階段をどんどん登って、もう姿を見失いそうです。空の一騎打ち。早く早く追いかけないと、また逃げられますよ同僚の刑事も気を揉みながら叫びました。大丈夫だ。あの上はもう屋上だ。逃げるところはないよ。もう袋のネズミなんだ。 ささすがのののもててたたと見えて上に逃げたのはこっちの幸いさ溝口刑事はそう言うとにっこり笑ってからそれでも急ぎ足で階段を上り始めましたそして3人の後ろからは野じ馬がもう黒山のようになってついてきますなるほどこう人の山で階段を塞がれてはいくら大胆不敵な怪盗でももう袋のネズミです 君が真っ先に屋上に駆け上がってみますと逃げ場を失った怪盗は向こうの隅に突っ立って恐ろしい顔をしてにらんでいました怪盗としてもいかにも残念だったのでしょうもう一歩というところで照男君に見破られたのですから照男君に続いて溝口刑事それからもう一人の刑事その後ろからは 黒山のような野獣馬が続々登ってきますテルオ君と怪盗との距離は次第に縮まってきましたもう一件半いよいよ不敵な怪盗が捕獲されるかそれとも潔く屋上から身を踊らしてあの人形のような無残な死に方をするか二つに一つの最後の土壇場に押し詰まってきました もう世話をかけないで観念しようそう溝口刑事が叫んだと同時に回答はどこへ持っていたのかギラギラ光る担当を抜くと照夫君をちらりと見ましたあ無法にもこんなにたくさんのヤジ馬の中を切り抜けるつもりかとヤジ馬は思わず顔色を変えて23歩後ずさりしました 怪盗はそれを見るとふふんとあざ笑いながらひょいと屋上の手すりの上に上がるといきなりその担当でアドバルーンをつないだ縄を切ってそれにつるさがるとぽっかりと空へ逃げ出したのです意外な逃げ場に溝口刑事は「あっしまった!」と叫ぶといきなり飛びつきましたがアドバルーンは その手をするりと抜けてししままいましたが、その時身軽なテルオく君は怪盗と同じように手すりに登ると命がけでそのアドバルーンに飛びついたのですちょっと手が滑ったらそれこそはるか下のコンクリートに叩きつけられてこっぱみじんですあまりの大冒険に溝口警部をはじめヤジ馬も と目をつむってししままいましたが恐る恐る目を開けてみますとテルオ君は幸いアドバルーンに飛びつくことができそして銀座の空高く気球に乗っての一騎打ちの真っ最中でしたもしあそこから落とされたらどうか考えただけでもぞっと寒気を感じる大冒険の一騎打ちそれも 片片手と片手ととの格闘です。松屋の屋上からは黒山のような人々が手に手を握って乗り出し下を行き来する人も思わず足をとどめて一斉に空の一騎打ちを見つめていましたそのうち怪盗一人でさえやっと浮かんでいたアドバルーンは少年とはいえ照男君一人の重みが加わったので夢中になって格闘している二人の知らぬ間に 次第に下に下がってきました。下では旧法で集まった警官が今やお寿司と待ち受けています。もうすぐだ。もうすぐだ。思わず手を握りしめた途端下がってきた気球が向こうの家の避雷針に触れたからたまりません。ものすごい音がするとアドバルーンは粉々になり。 カイとテルオ君とは、もんどり打って墜落していきました。ふとテルオ君が気がつくと、病院のベッドの中に自分が寝ていました。そして辺りを見回すと、父・溝口刑事、その次にはテルオ君が普段から一番偉いと思っていた警視総監が、ニコニコ笑いながら立っていました。テルオ君 気がついたかね、もうだいぶん低くなってからだったから大した不祥もなくてよかったね警視総監はそう言ってテルオ君の顔をのぞき込みましたあの怪盗はどうしました捕まりましたかテルオ君にはそれが第一の心配でしたああそうそうどうもありがとうあの怪盗も。 テルオんのおかげでやっと捕まりましたよ。あれは X 団という大怪盗の団体があって、その狩猟だったんです。狩猟が捕まったので、後の団員は続々捕獲されました。これもテルオんのおかげです。よかったなあと言ってテルオんは、 枕元のダリアの花を見つめていましたスパイ写真おこれは大沢刑事は目の前のテーブルの上にたった今しがた届けられた外国新聞を広げて思わずうなってしまったのですどうしたのですか ちょうど遊びに来ていた吉村テルオ君がそのうなって顎をなでている大沢刑事の顔を見上げたときでした。りりりりんとけたたましい音を立てて机の上の電話が鳴り出しました。ああはい大沢刑事です。ああ刑事総監どうですか。ああすぐ参ります。そう言うと受話器をガチャリと戻して。 ちょっと待っていてからたまえと、あたふたと出て行きましたここは警視庁の大沢刑事の部屋です照夫君は大沢刑事から「暇があったら遊びに来てくれたまえ」ということだったので早速やって来たのですがそれが来たかと思った途端わざわざ照夫君を呼んでおいた大沢刑事が新聞を見ていきなりうなりでしたかと思うと今度は送還からの電話で「 慌てて部屋を出て行ってしまったのです。なんだろう。よほど難しい事件が起こったのかしら。そうだ。それでなければ総監がわざわざ大沢刑事を呼ぶわけがない。そう考えているところに、また廊下に足音がして、大沢刑事がぼんやり帰ってきました。気のせいか。元気のない青い顔色をしています。 どうしたのですか大沢のおじさん。ああ、弱ったことになったよ。何です何が弱ったことなんですかそれがねえ。相関に怒られたんですね。ああ<ー>。どうしてですかいやこれだよ。この問題なんだ。 大沢刑事はそう言うといかにも忌々いましそうにそのテーブルの上に広げて置かれてある外国新聞のある写真を指先でグリグリと押してみせましたそれはどこかの工場で最新式の飛行機を組み立てている写真ですしかしその半分ばかり組み立てられている飛行機は今まで見たこともない珍しい格好をしているようです珍しい飛行機ですね。 この工場はどこなんですかそれが、それが問題なんだよ。この工場は日本なのだ。しかも絶対に秘密の工場で、この工場で作られるものは世の中の人が誰も知らない。ましてこの飛行機は一度世の中に知られようものなら世界中がびっくり仰天するに違いないというほど大発明なんだよ。何しろ、 無着陸で日本から悠々太平洋を越えてその向こうを爆撃して帰ってくるくらいは平気の兵座という大変な爆撃機なんだからねへえそんな大発明の飛行機の写真をなぜ外国の新聞なんかに出すんですか写真なんかに出したらすぐ秘密をまねられてしまうじゃないですかテル雄君と一緒についてきた私もついたまりかねて口を出しました だからさ、それなんだよ。それで僕たちも大騒ぎをしているんだ。何もこんな秘密のところを写真に撮ってわざわざ外国になんか送るものか。これはスパイ写真なんだ。えスパイ写真ですってそうだよ。それがいかに厳重に警戒していてもいつの間にかこっそり映し出されて、 こうして外国の新聞に堂々と出てしまうのだ。この前に来た外国新聞にもここの工場の写真が出ていた。こうしてどんどん秘密が外国に出ていっては大変だというのだ。警視総監から特別の警戒を命ぜられていたのだよ。だから一生懸命目を皿のようにして警戒していた。それなのに。 またまたこうして写真をやられてしまったのさ。ほう<ー>。それで、今呼ばれて大目玉を頂戴してしまった。大目玉を頂い,いたことよりも、僕はこのスパイにまんまとやられたことが悔しくてしょうがないんだ。大沢刑事はそう言って、いかにも残念そうに歯を食いしばるのでした。そして、 テルオ君何とかうまい工夫はあるまいかこのことでわざわざ来てもらったわけなのだが身体検査照く君はしばらく何か考え込んでいましたがやがて大沢刑事の耳元に口をつけて何か小声でささやきましたおおそうだね やってみよう。大沢刑事はやっと元気づくとすぐ車を命じましたそして私を加えた総勢3人は早速それに乗り込んで問題の秘密工場に急いだのですその工場は東京の外れの森の中にありましたちょっと見たところでは大きな屋敷のようですがその中に工場がいくつも建っているのでした 一歩門を入ると、なかなか厳重な警戒ぶりです。ところどころに巡査や憲兵も立っていて、油断なく目を光らせていますし、工場のお出入りには、いちいち身体検査をされるのですから、とても普通のものでは、写真を撮るとか、それを持ち出すなどということは思いもよらないことです。しかしそれにもかかわらず、こうしていろいろとスパイ写真が外国に行くというのですから、 その巧妙さは恐ろしいほどです。だが、テルゴ君の顔には、必ずスパイを捕まえてやるぞ、といった決心の色がありありと浮かんでいました。私たちはいくつかの工場を通り過ぎて、いよいよ秘密の大飛行機を作っている工場に出ました。するとちょうど交代時間のサイレンが鳴って、 今まで働いていた行員たちがぞろぞろろろ出てくるところでしたその行員たちはこうしてスパイ写真が外国に漏れるようになってからは事に出入りが難しくなってちょうど汽車や電車の改札口のように1人ずつしか通れないように柵の作られたところをぞろぞろ出てくるのですそしてその両側には監視員が目を光らせています そうして少しでもおかしいと思えば遠慮なく身体検査をしますこんなことをしていてもそれでも秘密の写真が持ち出されるのは一体どうしてでしょうか確かにこの中にスパイがいるんだ大沢刑事も息を殺して大きな目をしていますしかし全部一人残らず出てしまったのに ととうとう怪しい男は発見できませんでしたすると大沢刑事はテルオ君と顔を見合わせて急に大きな声を出すとおーい、みんんな集まれ。今日は健康診断をするんだ。こう言って全部の行員たちを集め医務室の方に連れて行きましたこれがどうやら、 さっき輝オ君と大沢刑事が小声で相談したことらしいのです健康診断ですから全部の人が一人一人みんな服を脱いで裸になりますそして医者が体を見たり口の中までよく検査しているうちにもう一方では脱いだ服を糸くずでも見逃さぬようによく調べてみようという計画でしたこれは突然だったし 大成功を収めましたというのはこのためにこっそりネジをごまかしてポケットに入れてきたものが56人もありましたし持っていてはいけないマッチを持っていたものが2人も見つけ出されましたがしかし肝心のスパイ写真機はとうとう発見できませんでしたこれではせっかくの明暗も何にもなりません マッチやネジを見つけても大沢刑事はニコリともしませんでしたテルオ君は額にシワを寄せて考え込んでいますきっと小さな豆写真機とは思いますがそれにしてもそれよりも小さなネジが見つけられたのに豆写真機が見つけられないというわけがありませんこの計画はものの見事に失敗してしまったのでしょうか そうしているうちに健康診断はどんどん進んで、もう済んでしまいそうです。と、照夫君が急ぎ足で医者のところに行きました。先生、ついでですからレントゲンをかけてよく検査してください。レントゲンですね。承知しました。医者も照夫君の言うことをすぐ聞いてくれました。レントゲンというのは、 X 光線のことでこれをかけると外からは分からない体の中までまるでガラスのように透き通って見えるのですなるほど大沢刑事はそれを聞いて思わず膝をたたきましたそれはこの中にスパイがいるとすれば急に健康診断をすると言われたので豆写真機の隠し場所がないので 人思いに飲んでしまったかもしれないのですだからもしそうならレントゲンをかければ胃袋の中に豆写真機のあることがちゃんと透き通って見えるに違いありません早速一人一人にレントゲンがかけられました私たち三人もそのそばに立って一生懸命に見つめていました またも貝写真だがしかしとうとう誰の胃袋にもマメ写真機らしいものは発見できませんでしたこれは一体どうしたわけでしょうか服はもちろん口の中胃袋の中まで誰もマメ写真機を持っていないのですそれでいて今までどうして秘密写真が外国の手に渡っていたのでしょう さすがの照夫君も今度ばかりはすっかり弱ってしまったようです大沢刑事にしても首をうなだれてまるで元気がありませんこれでも写真が外国に行くならまるで魔法使いだとつぶやいていたのも誠に最もなことでしたがどうでしょうその次に届けられてきた外国新聞には ままたまた秘密工場の写真が出ているではありませんか。ところがただ一つその写真は非常にぼんやりしています今まででのの写真はみなはっきりしていたのですが、今度のに限ってまるでモヤがかかったように薄ぼんやりとしてよほどよく見ても説明がなければ何の写真だかわからないようなものですけれども写真が持ち出されたことは本当なのですから 大沢刑事はすっかり悲観してしまっていてまた訪ねていった照男くんや私にまるで返事もしません照男くんもまた写真が持ち出されたと聞いた時は困ったような顔をしましたがしかしその大沢刑事の目の前の新聞を見ると今度は不思議なほど元気づいてきました「大沢のおじさん心配することはありませんよ大成功じゃないですか」 この写真はこんなにぼんやりしていますおーぼんやりはしているがしかしあんなに厳重な身体検査までしてどうして持ち出されたのかがわからんのだしかしもう大丈夫です今度こそ捕まえられますよこの写真のぼんやりしているのが何よりの手がかりですほうそれはどういうわけだね と大沢刑事はやっと少し元気を取り戻してル雄君と私の方へ向き直りましたどういうわけってこれはレントゲンをかけたためですよレントゲンをかけると写真は光を感じてしまうのは知っているでしょうん知っているだからこれはあの時レントゲンをかけられたためにこんなにぼんやりになってしまったんですおお ということは、スパイの豆写真機は洋服に隠してあるのではない。もし洋服に隠してあるのなら、裸にしてレントゲンをかけたのに感じるわけがありませんからね。だがおかしいね。あの時は誰の胃袋にも豆写真機はなかったし。胃袋に飲んでいたんじゃありませんよ。だってもし胃袋に飲んでいたのならあの時わかるはずだし、それに、 胃の辺りにはよくレントゲンをかけたのですからもしその辺にあったのならこんなぼんやりどころか光を感じて真っ黒になっていなければならないわけでしょうおお<う>だからこれはレントゲンをかけた場所から少し離れたところにあったということがわかりますおかしいねそんな隠し場所があるかしら 口の中だってよく調べたのだよ。知っています。おお<ー>大沢刑事は思わずうなり出してしまいました。私だって同じことです。洋服にもない、口の中にもない、胃の中に飲んでいたのでもない。そんな隠し場所があるでしょうか。その上、裸の体は、 専門の医者がよく調べたはずなのですから悪魔の目とにかくテルオ君には自信があるようなので私たち三人はもう一度秘密工場に車で駆けつけましたちょうどこの前と同じように出口の柵のところを行員たちが一人一人出てくるところでした てるおくはもう何にも言わずにその柵のそばの監視員の隣に立って出てくる行員を一人一人注意深く見つめていました10人20人と出て10人20人と出てもう後には残り少なくなりましたしかしてるおくは相変わらず何とも言いませんどうするのだね私が声をかけました その時でした。ちょうど柵のところを出てくるあまり人相のよくない一人の外国生まれの義手らしい男をちょっと待ってくれたまえすまないが少し聞きたいことがあるそう言うと後の行員には目もくれずにその男だけを大沢刑事と私のところに連れてきましたどうしたいテルオくん 大沢のおじさんこの男がスパイですえっばバカなとんでもないどうしてスパイですどういう証拠がありますかその男は顔を真っ赤にして怒鳴り出しましたしかし私は構わずにォー君の言うとおりその男を縛り上げてしまったのですどういうわけか私にもわからないのですが 今はのの言うのを信用するよりり仕方がありませんすると照夫君はいきなりそばに寄ったかと思うとあっという間にその男の左の目玉をくり抜いてしまったではありませんかおお大沢刑事と私はびっくり仰天してしまいましたがしかし二度目の「あっ」という驚きは その左の目玉が血の一滴も出ずに、テルオ君の手の上でコロコロ転がっているのを見たからでした。それは義眼でした。そしてその義眼は同時に、とても精巧な豆写真機だったのです。なんといううまい隠し場所でしょう。そしてまた、それを見破ったテルオ君の腕前には、 今さらののよよううううにに感心させせれてしままでででははありませんかテルオ君は何でもないように言うのですレントゲンというのは写真に光を感じさせる力がありますから今度の写真がぼんやりしていたのはきっと体のどこかに隠しているのだということはわかりますそして胸や腹の方はよくかけていたのですからそこにあったのならぼんやりどころか真っ黒になるはずだ とは前に言ったじゃありませんか。その上、前の写真を見ると、とてもうまく目的の大飛行機が写っています。これはポケットの中や何かでこっそり撮ったのじゃない。確かに目で狙って撮ったのだということがわかります。そうしてみると、首から上で、しかも狙いながら撮れる。それは、人間の目しかありません。 だから、あの柵のところに立って、目つきの変な男を探し出したのです。案の定、左の目が疑眼で、豆写真機になっていましたね。これからは、全部の人間に体中にレントゲンをかけるようにすれば、写真を撮っても、どこに隠しても、すぐ真っ黒にすることができますよ。そう言って、にっこり笑ったのでした。その後、この工場では、 あの出入り口の柵のところに監視員の代わりにレンントゲン機械を置くことにしましまた。そうすればそこを通るだけで自然に痛くもかゆくもなく写真という写真は全部観光して真っ黒にすることができスパイ写真の心配はなくすことができたのです。